はい、じゃあ次の方どうぞ。失礼しまーす。よろしくお願いします。はい、お願いします。平山健と申します。よろしくお願いします。平山健さん。はい。えー、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。えっ、ー、と、一応シンガーソングライダー目指してまして。はい,はい、はい。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速、聞かせてもらいますか。はい。よろしくお願いします。え平山健と申します。えよろしくお願いします。え曲を自分で作らせていただきました。<laughs> はい。<laughs> すごいね。平山健。いや、平山健って言うからすごいなと思って。 ほうまあ普通の名前のような気がしていやいやいやうんはいあどうぞどうぞはいじゃあ聴いてくださいえっと「バタフライ」という曲を歌わせていただきますバタフライはいわかりました何何何なんすかいやいやいやはいはいよろしくお願いしますどうぞはいいつもオーディションとか行くとなんか最初ちょっと変な感じになるんすよあそうなのはいまあまあ名前かなんか平山健っていうかそんなに珍しいっすかいや珍しいというよりはい

「どこまでも鳥になってどこまでも鳥になって僕は」「逢いに行く予想を」「鳥でも会えないところが」 あるか、えーえー、何してんの な、なんの。か感想みたいなこと。で、大丈夫。なんか苦しい。この隙間なら。バタフライにな。な <laughs> どうした?。どうした?。どうした?。レーバー。はい、に、行ける。ほら、バタフライ。 ありがとうございました。大丈夫かはい。大丈夫はい。途中、すごい苦しそうやったけど。ああ。そういう曲なんや。演奏入れます。はい。ああ。演奏入れる間を開けてたってことはい。ああ、そういうことね。はい。なんか、モノマネ芸人さんうーん、なんで違います。はい。あ、えはい。その、そっくりさんみたいな感じじゃなくて。うーと、どなたのモノマネをされてるってことじゃないの。え、平井健さんの真似してるのかなと思って。はい。平井健さんの真似してるのかなと思って。 あ僕普段テレビとか全く見なくて音楽も全く聴かないんでえ平井堅さんにそっくりやんか,ななだかそれで言ってたよ平山堅っつったから、はい、平井堅さんみたいなと思って言っててあそれ、ね、有名な方がいらっしゃるんですかえ平井堅さんやいや僕とにかくエンタメを全く触れずに育ってるんでほんで歌いだしたらあの歌い方も平井堅さんやったから<や>平井堅さんが歌いそうな歌やった今のいや僕自分で作ったこうオリジナルで自分の発声方法を見つけて 発生方法をめっちゃ平井健さん。途中で帰ケけっていうのはないけど、平井健さん。はい。<laughs> そこはオリジナルすごかったけど、はいはい、その歌い方とか曲は平井健さんやったよ。あ、家にテレビとかも全くない。ほんまに知らんの平井健さん。僕う何にも見たことないですよ。あ、それやったらもう可哀想やわ。どうしたの君すごい可哀想。何がですかうん、あの、いや、君と似たような名前で、君のクオリティアップバージョンの歌歌ってるごっつ人おるから。うん。 ごっついっていってら体が動くあ違う違う違う,違う <laughs> 存在的にごっついっていうこと、うん、もうもう超えられへんぐらいごっついのがもう似たような感じでおるからちょっと名前変えるか歌い方変えるかしてなあかんかもねいや僕本当に何も知らなくてほんまに知らんのエンタメは何にも知らないですえ好きな歌手とかは何も存在しないえもう自分のもう中から絞り出したんやはいああじゃあ生まれるのがあと数十年早かったら君言ってたかもねああ<ー>もう先にごっついの生まれてモテるおっきいんですか あ体じゃなくて存在とか才能がごっつい。あそ、はい、うなんだ。君がさっきやってたら、こう平井健さんもちょっとかぶるから方向変えるか、それか同じジャンルでもブルドーザーみたいに君をブワーって抜いていってたかどっちかよね。うん。<ー>どっちにしろ君は破れてたと思う。<laughs> うん。見た方がいいよ、いろいろ。ああ、はい。うん。じゃあ、とりあえず、テレビ買うことから始めます。 テレビとかいろいろ調べても、はいいし、今見れるからね。はい。うん。はいはい。<laughs> なんかいろいろ変やねんな。いろいろ。髪型も含めて。平山健です。YouTube チャンネルを始めることになりました。えー、僕歌を歌っていますので、えー、僕に興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 ぜひ読んでください。フレフレネタサロンフレフレネタサロンフレ。ござらんかござらんかフレフレ。ジャルジャルに興味あるやつネタサロン入りたい人ござらんかござらんかフレフレネタサロンフレフレネタサロン。お江戸の街で待ってござるやった。すげすげえ。 すっげえ。これはもう二度とできんやつや。<laughs> ジャルジャルタワー